はい、こんばんは。こんばんは。はい、始まりました、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。カモンエンターテインメントの日浦です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、最近ですね、はいはい、大学で教えてるんですよね、俺、はい、もう本当に自分でもびっくりするんですけど大学で教えるなんか全然思ってもなかったんで、はい、まさか自分がなんかその大学で非常勤講師とかさせてもらえると思ってなかったんですけど、でね、ところがね、俺もう本当びっくりしたんですよ、はい、何びっくりしたかっていうと、聞いたんですよ、その文字でね、はい、文字で人に情報を伝えるっていう、そういうのは、メディアは何があるって聞いたんですよ、はい、で一番最初に出てきた新聞なんですよ。ああ、もう新聞、生順とかね、はい、で次出てくるやつはこれやろなって想像しながら待ってたら、うん、次出てきたやつがツイッターとか、あーでなんかどんどん出てくるんですけど、うん、看板とか、はいはいはい、看板とか思うけど、うん、そのどんどん出てくるんだけど全然俺の思ってるやつが出てこないんですよ何やろ、どうしてる、はいはい、ちょっと待って、お前ら大事なやつ忘れてないかちょっと雑誌はって聞いたらシーンってして、え雑誌読んでない人って言ったらズワッて言ってるわけ。40何人が全員読んでなかった、うん、それ雑誌っていうのはどこまで入るんですかね、雑誌、あ、漫画雑誌、雑誌系っていうのは、その、いやいや、うん、彼らが思う雑誌っていうのは、ね、雑誌やから雑誌でしょ、でも情報誌、情報誌でしょ、うん、情報誌でしょ、そのコミック雑誌はね、その、うん、少年ジャンプとかは多分読んでると思うんですけど、はいはいはい、ワンピース大好きなやつも多いから、うん、多分読んでると思いますけど、情報を得るために雑誌は読まないってことでしょ。もう俺本当にね毎週週刊プレイボーイ買ってる俺はどうなんねんと思いながらねおーってなんか売れない売れないって言うじゃないですか、雑誌、はいはい、コンビニとか書店とか行っても、はい、枕とかが置いてあって、本のコーナーに、雑誌付録で枕ですよ、はい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 、雑誌付録でカバンですよ女性誌とかでもそうですよ、はい、女性誌がほらブランド のこんなちっちゃいトートバッグっていうやつとかを雑誌につけてるんですよ。まあ、もちろん大した金額にはならないぐらいのもんですけど、はいはい、雑誌、まあ、それを聞くと、うん、やっぱりその年代のね、今の若い大学生とかは、はい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 、まあ、その大学生よりちょっと上の人とかも言うと見てない確率が高いですよね。いやー多分そうでしょう。だから情報収集何してんのって言ったら、やっぱ Twitter とか Instagram とか、うん、やっぱそういうものから情報収集してるって言うんですよね。最近ほら Twitter なんかはビジネスシーンとかでも結構その情報収集のネタっていうか、ネタ元ネタにされてたりとかしてて、ハッシュタグうまいことタグっていって、いろんな情報収集するっていうのは、まあ、テレビ局もやってるし、まあ、いろんなねビジネスシーンとかでも使われてるのは使われてるんですけどね。タグるって言いますからね。ああタグるね。タグるって言いますからね。タグるってタグるじゃないんですよね。ググるじゃなくてタグるんですよね。本当に何て言うんやろう、時代って変わったなっていうのをですね。まあ実は昨日がこの収録日の前日が、うん、大学の講義でちょっとその話をしたところやったんで、まあ、ちょっとびっくりしておじさんちょっとびっくりしちゃったみたいなはいはい、はい、おーそうって感じなんですよね。まあ、ツイッターがね本当にその、うん、まあ、僕らがやってた時のツイッターとはもうまるっきり今全然違いますね。もう本当にもう仕事探しも仕事募集も全部できるし、まあ言うとね犯罪とかにも使われてるわけじゃないですか。まあだからこそですけどもね、はい、だからもうそういう情報はもう、うん、ツイッターの中にはもう溢れかえってるって、ね、そうですね、うん、それは思いますね。いやいやだから本当にねちょっと昨日はカルチャーショックでしばらくこう声が出なかったというか、おおって感じで。じゃあそれに伴ってやっぱりその、はい、まあ、亡くなった雑誌とか、うん、そんなのあるんでしょう、ね、いやもちろんもちろん、もう雑誌なんかどんどん倒れていってるし、ね、出しても意味がないというか、買ってくれる人がいないだからね、逆に、うん、その中高年とかおじいちゃんおばあちゃん、うん、まあおじいちゃんおばあちゃん言うてもね、60代とか、はいはい、まだ全然元気じゃないですか今の60代は、うん、でそれぐらいの人たちがかつて自分たちが読んでた雑誌で亡くなってたやつとかあるでしょ、はいはい、それが復刊されてるんですよ。おつまり若者はそのいわゆる SNS とかで情報収集するんですけど、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんとかおっちゃんおばあちゃんは、うん、相変わらずそういう雑誌に回帰していくという、だから SNS 疲れちゃうから、うん、そんなんでやるのが、うん、で自分たちは自分たちらしい情報を得るためにどっからっつったら、そういう復刻された、はいはい、復刊された雑誌を買いに行ったりとか、うん、ターゲットがねもう完全にバキッて分かれてる。そうでしょうね、うん、
まあね、その本もね、媒体はなくなったかもしれないですけど、やっぱりネットの方に流れるじゃないですか。そうですね、やっぱり、うん、そっちからどういうふうに情報発信していこうかなっていう流れは変わってると思うんですけど、うん、そうか。でもその例えばお年寄りがそっちのまあ本の方に行ってしまうっていうことは、うん、どうしてもやっぱりそれ楽ですもんね。いや、もう絶対そうですよ。もともとやってた見てたものをこうそのまま続ける方が楽ですし、うん、例えばその方たちが例えばパソコンを覚えましたなると、うん、多分乗り換えますよね。パソコンが楽になればね。あ、楽になればね、うん、でもね、あの、まあ、僕らでもそうですけど、ほら、あの、もうすっかりあの老眼ですけどね。やっぱ字小さかったりとか、うん、確かにそういう、そ、目ちょっとしんどいやんってなるじゃないですか、うん、はいはい、けど雑誌やったらそんな目チカチカせえへんからこう、はいはい、開いて見れるし、うん、まあ、その安心感は多分あるんちゃうかなと思いますけどね。そうですね、うん、まあ、でもだんだん雑誌の字も、その置きがけが大変なんですよね。そうですね、置きがけがこう目まだ開ききってない時にこう、はいはいはい、見ようとするあれ霞んでまうみたいな。あ、うん、ありますね、うん、なんかそういう、なんかすいません、おっさんくさい話してもうね、あの、すいません、ついに半世紀超えちゃいましたんで、私も、はいはい、生まれてから半世紀超えましたみたいな感じなんで、はい、5月生まれですからね、私たち、ね、そうなんですよね、はい、なので、いやでも半世紀ってすげえなと思いつつね。そうですね、考えたらすごいですよ ね、うん、すね、昔だって50超えた言うたらもうなんか白が混じっててもおかしくないし。そうですよ、普通におっさんですから、ね、おっさんっていうかおっちゃんっていうかもうおじいちゃん手前やなぐらい、はいはいはい、ちょっとだいぶシワシワ してるよなみたいな、うん、そうですね、感じやったのが今も全然ね、はい、自分が50って全然信じられへんぐらいですけどねまだまだね、若いつもりでいますけど、そう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 、うん、まあ、つもりでいるんですけど目とかはちょっとショコショコしてきてるそうですね、まあ、あの、認めたくないけどなんですね、はい、はい、まあまあまあそんな話があったっていうことなんですけどね、うん、いや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 、本当にね、時代って動いてるなっていうのを、うん、昨日ほど実感したことなかったです、はい、まあ、勉強していかないとね、うん、本当にその、学生はあれなんですけど、うん、まあ、言いましたっけ、その社会人の勉強、はいはい、平均勉強時間、ああ、はいはいはい、言ってましたね、それがね、ほんまに6分っていう6分日本ですよ一番低い、日本が一番低いというか、もう ねすごい勉強してる人は多分すごいしてると思うんですけど、うん、やっぱ社会に出てから勉強しない、勉強ゼロっていう方がやっぱ多いみたいで、うんうん、もうだって職場でね、うん、言ったらその職場のことさえできればいいっていうね。そうですね、そうですね、そうなりますもんね、うん、だからいろんなこと勉強していかないとっていうところ、ね、あとはね、もう一個あるんですよ、もう一個あるんですよ、あの、日本人のね、就労形態だいぶ変わってます。うん、うん、あの、やっぱ非正規雇用増えた分だけ、はいはい、もう与えられたらそれをやっとけばいいという仕事に変わってるんですよ。ああ、はいはいはい、それだけでいい。そう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 、うん、で、例えばそのキャリアアップを考えてるから勉強せなあかんとかっていう余裕がない、はい、収入が低いから、はいはい、キャリアアップするための投資をするっていう余裕がない、だから結局同じところでぐる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 回ってるっていう状態になってるという、その社会構造上の問題っていうのは、うん、まあ、ちょっと一応僕は社会学部出身なんで、はい、ちょっと偉そうに言ってみたんですけどそれはでもね、多分ね、あるんですよね、はいはい、うん、だから構造を変えないと、それ多分変わらない可能性あるなと思いますね、うん、北欧なんかすごいんですよ、あの、もうね、どん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 この職業変わっていくみたいな、あの、一回もうちょっとだいぶ疲れたからちょっとこの会社辞めますわって辞めて、はいはいはい、で、職業訓練校みたいなのがあるんですよ、すっごい充実してて、はいはい、でそこ入って昨日まで工場労働者やってた人が、うん、あの、突然ウェブデザイナーになっちゃうとか、あ、あるいは工業デザイナーになって枕とか作るとか、うん、あの、椅子作るとかなんかに変わっちゃうみたいな、スウェーデンとかあっちの方とかそんな感じですね。うーん、あっちはその分その税金が高いんですよね、はいはい、でその代わり福祉がすごい充実してる、うん、だから仕事辞めてもちゃんと保険が入ってくるし、はいはい、でそれでその食っていける間は勉強しながら、うん、あの、次の職を待つみたいな、そういうのが全然できる社会なんですよね。だからそれが日本の場合はもうそんな余裕全然ないじゃないですか。まずあの保険自体がその健康保険に関してはね、国民皆保険で、まあ、世界の中でもなかなか例を見ないぐらいしっかりとしてると言われてはいますけど、うん、まあそれでもね、その社会体制の中で考えたら、まあなかなか厳しいところはありますよね。確かにその勉強しない、その日本が先進国の中で一番勉強しないって言うんですけど、平均を取ったらそういうことになるんですよね。
そうですね。で結局キャリア上の方に行ったはる人っていうのはめちゃくちゃ勉強してるんでこの人らが引っ張っていってるって話でしょ。そうです、うん、だから格差がやっぱすごくなってる。そう間が空いてるんですよ。間ないんですよ。この中間層っていうのが全然ないんですよね、はいはい。まあ、それはだからあの、なんていうんですかね、経済状況と社会体制っていうのはやっぱり比例してくるというか、うん、はいはい、あの合致してくるっていうところを一つ証明してることかもしれないですね。で、はい、ね、もう一個実はこのネタ言いたいなっていうのがあって、はいはい、こっちで盛り上がろうと思ってたんですけど、うん、あの実はね、まあ、大学でその僕が情報メディアデザインっていうのを、はいはい、まあ教えさせてもらってて、うん、でそこでその要は動画ってあるじゃないですか、はい、で動画ってあってでもたった30秒なんだけどとかたった3分なんだけどめちゃくちゃこう感動しすぎて、え、3分しかなかったのってびっくりすることってあるじゃないですか、はいはいはい、あのまあ、有名なのがあのタイの通信会社のね、あのトゥルムーブかなっていう通信会社の、はい、CM が30年間の物語をたった3分で見せちゃったっていう、うん、でこれがまた結構泣けるんですよね、はいはい、で、まあ、それをあのその大学の講義でもちょっと見せてあげて、はい、たくさんの人が泣けたとかやっぱ感動しましたとかそんな声が出てきたんですけど、うん、でまあ結構やっぱ多かったのは3分とは思わなかったって、うん、もっと3分以上あるように感じたっていう人がたくさんいたんです、はいはいはい、で中にですね、いや長く感じたっていうことはよくなかったんじゃねえのっていうやつがいるわけですよ。僕らもありますよね。あの見に行って2時間の公演で座ってて、はいはい、30分ぐらいでうわこれどうしようみたいなことってありますよね。はいはいはい、映画とかでもそうやけど、うん、長いなーって、ね、長えなーみたいな、うん、ああやっと終わったみたいな、はいはいはい、そういうのってのはあると思うんですよ。それと同じじゃないかっていうわけですよ。あ、でも違うじゃないですか。そうですね。で彼らの言い分としては、うん、いやいや見てて短く感じたっていう方がいいじゃないですかっていうわけですよ。とある映画を、まあ、これちょっとまだ言えないんであれなんですけど、うん、とある映画の試写会見に行ったんですよ、はい、2時間半なんですよそれ映画が。うーん、で2時間半か、まあ、結構長いの行ったねって思いながら見てたんですけど、はいはい、見終わった後全然2時間半の感じしなかったんですよ。あ、もうおーっていう感じで、うーん、まあ、感動もしたし、はい、なかなかいい映画だったなと思って、うん、2時間半って言っても全然感じひんねぐらいな感じの感想がみんな言えてた、はいはい、これね一緒なんですよ本当は、うん、あの3分で30年つまりどういうことかっていうと、その人間って心揺さぶられると、はい、正確に時間数えられないんですよ、うん、いや例えばドキドキしてる時に1、うん、2、3、4っていうふうに数えてると、うん、ドキドキしてるとこれだんだん速くなりますよね速くなりますよね、はいはいはい、速くなりますよね。だから、うん、自分じゃ気づかないうちに1秒よりも短く数えて、うん、でこう高鳴りが速くなれば速くなるほどどんどん速くなっていくから、例えば1分経ったって自分で思ってんねんけど実際には30秒ぐらいしか経ってないってことがあるわけですよ。だからこれが積み重なっていくとものすごい長い時間を自分はその中で過ごしたはずなのに、え、こんな危険しか時間経ってないのみたいなことってあるわけですよ。はいはいはい、まあ、あの浦島太郎現象というか、たった3日しか行ってへんかったはずなのに、出てきたら300年経ってた、はいはいはい、そういうのが、まあ、動画 その僕はあの講義の中で言ってるのは時間は嘘をつくっていう、うん、あの時間が何分や言われてみたけど何分以上に感じるみたいなのはあるんだよっていうのを証明する意味で、うん、そのさっき言ったトゥルームーブの3分の動画を見せてあげたら、はいはい、まあ、皆さんあの3分には思えなかったっていう答えが返ってきて感動したっていうことやったんやけど、うん、中にそういうことを言われたんで、で結局でもこれ絶対一緒なんですよ。何かっていうと早くこう数えていくから、あるいは数えることすらもう忘れちゃってるから、でまだ続いてくれるんだろうなっていうぐらいその世界観に浸ってたから、ここで終わられた、え、もうあんのっていう短く感じたって話なんですよね、はいはい、それに対して3分ですよね、30年間のストーリーを見たっていう満足度があるわけですよ、はいはいはい、この満足度に対してたった3分しか経ってないっていう驚きがある、あれ短っ、もっと長いと思いましたっていう話なんですね。これって元は一緒なんですよね。ただ時間が3分とか30秒とか短いところの話なのか、その2時間ぐらいのやつがまだまだ続くだろうと思ってたものが早く終わったのかっていう、はいはい、そこが違うだけで、実は時間を忘れてる、つまり感動をして心を揺さぶられて、うん、
時間を数えられなくなって、結果短く感じたのか、もっと長いと思ってたのに短かったっていう話なのか、うん、同じことなんですよね実はね。ここが動いてたっていうことは変わりがない、うん、確かに現象というか言い方としては違うかもしれへんだけど、うん、中で起こってることは実は同じことが起こってるという話なんですよね、うんうんうん、それにね、昨日の講義の時は気づかなかったんですけど、今日の昼間に気づきまして、うん、だからどう思います。でもまあね、その、まあ、それはも短くても長くても一緒やと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それを逆にその、ね、つまらなかったらその長くとか、うんうんうん、それも絶対あると思いますし、ありますね、うん、あとはその短いところっていうのはその30年の物語をねやっぱり凝縮しているの で、うん、でその、まあ、見せ方もある作り方もあると思うんですけど、うん、やっぱりそういうポイントがね、やっぱりその共感できるポイントっていうのがいっぱいあれば、うん、そこのねなんか多分自分の中で考える時間っていうのはもう生まれてくるわけじゃないですか、うん、だからそういうところが積み上がって積み重なっていくと自分の中で、うん、3分っていうのがもう本当にこうね自分の中の3分以上の時間を自分が感じるから、このトゥルームーブのやつもね、はい、うまいなと思うのがね、スローモーション多いんですよ。スローモーション多いんですよ、はい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 、でスローモーションやからスローやから時間が長くなってると思うじゃないですか。うん、でも長くは使ってないんですよ、はいはいはい、でもうーってゆっくりのモーションになるから自分の中での体内時間がゆっくり流れてしまってるんですよね。それが結構多用されてるんで、30年前の映像とかは後から使うときはちょっと伸ばしてるんで、うん、だその辺の編集のうまさというか、うん、そうですね、めちゃくちゃありますね、はい、まあだからある意味プロというかそのね、うん、作ってる人間として見た時にいやこれはすげえなって思いましたし、でもそれ以前に泣かされましたけど、もうすんごい泣いちゃいましたけど、そうですね、もう物語はほんま3分でね凝縮して伝えるっていうところがねやっぱりそのもの自体がすごいじゃないですか。っていうか僕らほらシナリオを勉強してたじゃないですか、はいはいはい、シナリオを勉強しに行ってる時に3分でストーリーかけてね、3分ってペラ6枚でしょペラ6枚でオチなんかつけれるかってめっちゃ先生に怒られてたぐらいじゃないですか。だからペラ6枚やったらオチつけんなみたいな話だったんやけど、うん、はいはいはい、ペラ6枚でオチついてますからね、うん、この映像。そうですよね、うんうんうん、まあまあだからすごいですよ、ね、そう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 、だからやっぱり映像のすごさというか、うん、映像と音とね、うんうん、音楽のマッチングっていうのはやっぱりこう人間の感覚にその与える影響ってすごいんやなって、まあ改めて感じたというお話ではあるんですけど ね、うん、そうですね。でも逆もそのつまらんから、はい、うん、そう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 、そ一緒だと同じ同じ同じ、だから音楽の使い方が下手くそとか、うん、編集の仕方が下手くそとか、まあ場面展開が下手くそとか、うん、いろんなことがあるんだけど、たった3分でも多分1分ぐらいで長いな絶対思うはずなんです。もうその長いね作品見るのと多分一緒やと思うので思いますね、はい、そこをね同じようにこの長く感じるのはつまらなかったからちゃいますか、うん、でもちょっと逆の逆ですね、逆ですね、逆ですね、うん、はい、ま、面白いですね、そのね、そうなんですよね、うん、若い人と全然世代の違う人たちと、はい、いろいろお話ししてると僕たちが気づかなかったことをいろいろ気づかせてくれたりとかするので、うん、いいですね。でもね、いやいいです、疑問に思ったことちゃんと言ってくれるっていうのはそうなんですよ、すごいありがたいです、ね、そうなんですよ、めちゃめちゃありがたいですね、うん、でもそれが普通できないとあかんのですけど、うん、そうなんです、やっぱり人ってこう年いくごとにそこを隠しちゃうじゃないですかいやいや、そうもったいない、そうなんですよね、いつも言ってるんですけどね、地図と一緒やって、うん、現在地が分かってないのに目的地だけ見たって、はい、目的地にはたどり着かれへんよって、うん、だから、はいはい、目的地はここですって言って地図を出されて、うん、お前どっち向いてんねんって分からへんかったら無理じゃないですか、はいはい、北向いてんのか東向いてんのか、だから北向いてんねんやったら東の方行かなあかんから、うん、右に行ったらいいねんなって分かんねんけど、はい、自分がどっち向いてるか分かってないのに、そもそも南向いてんねんやったら真後ろ行かなあかんねんでみたいな話でしょそうですね、方向性はね、うん、きっちりと作っとかないとね、そうそう、だから自分が分かってないのに目的地だけ見てても目的地には絶対届かないんで、つかないんでっていう話はいつもやってるんですけどね、うん、すごい逆にその勉強になってますね、はい、めちゃくちゃ勉強になりますねはっきり言って非常に価値のある時間を過ごさせてもらってると思ってますね、はい、まあ、講師とかね、ほんまに人に教えるって本当にこうやったら分かると思いますけど、僕もその演技とか教えてる時があったんで、逆に自分が本当に勉強になりますもんね、そう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 すごい昔だから高校でね柔道をね、うん、やって、で1年生の時はまあ自分らが一番下じゃないですか、2年生になって下の子が入ってきて、はい、で下の子に教えるってなった時に
教え始めた時の自分が一番最強やと思いましたもんね。基本に変えるんですよ、その時ね。はい、でだって先輩言うてることでやってることちゃうやんって言われたら困るから、はい、言うてることをちゃんと守らなあかんから、うん、めちゃくちゃ基本に忠実になるから、うん、めちゃうまなったんですよね。あ、なるほどね。その経験はありますね。はいはいはい。うん、まあだからね、今若い人たちにお話をさせてもらってるんで、うん、もうやっぱりもう一回その基本を思い出さないと絶対できないことなんで、はいはい、うん、それはすごいいい経験をほんまさせてもらってますね。ということで、はい、そろそろ時間なので、はい、次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、ではあやさん、はい、はい、はい、今日も店舗のお仕事に参りました。はい、あの、今日はゆっくりでいいよ。はい、そうですね。はい、配信日の今まさしくね、はいはい、今、いつか見た映画の回をやってるんですよ。ああ、そうです。はい、はい、うん、で、バイオハザードの、うん、をテーマに語り合ってるはずなんで、はずなんですね。はい、はい、はい、ですね、はい、はい、バイオハザード、バイオハザード、はい、で、その翌日、明日ですね、明日が、ジェイハイトクラブになります。おー、はい、イベントになりまして、はい、おそらくあのバイオハザードつながりでゲームバイオハザードしようかな。おー、なるほど、なるほど。っていうのもあるつつの、はい、ゲーム大会となっております、ね、はい、があるので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、17時から、開始いたしまして、はい、参加費が1000円プラスドリンクのオーダーセットとなっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、で次が26日の月曜日ですね。はい、月曜日、ツーラッシュがございます、はい、走るイベントとなっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。走りましょう、一緒に。はい、大阪さんの周りをね、みんなで一緒に走りましょう。西園さんもいるよ。はい、リーダー西園さんもいます。はい、みんなで走っておりますので、ぜひぜひ、はい、お越しください。はい、その次の日、27日の火曜日が、なんかやろうよ大人の放課後、行きましたね。はい、喋りに来てください、皆さん。喋りに来てください。次はね、SNS の活用についてを、うん、研究したりとか、そんなことをみんなで、ね、たぐり方ですか。たぐり方ですね。いろんなことをね、話し合っていこうと思います。すごいタイミングよかった。はい、はい、はい、もうそれもいっぱい勉強していって、はい、みんなで話したいと思ってますので、ぜひぜひお越しください。はい、で11月に入りまして、うん、土日はちょっとね、貸し切り、ありがたいことに貸し切りがたくさん入っておりますので、はい、ちょっとあの、スペースとして貸せない時間帯もございますので、うん、こちらはホームページの方に、はい、予約可能時間っていうのを書いてますので、はい、こちらの方をご覧ください。そこで URL がこの辺にこう、はい、こうあります。はい、ぜひご参考にしてください。はい、ということでしたね。はい、終わります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゆっくり帰ります。はい、ゆっくり帰ってください。はい、こちらのゆっくり帰ります。はい、それでは高橋さん。はーい。はい、こんばんは。はい、62近い高橋でございます。はい、はい、シネマ2Dのコーナーでございますが、はい、来週ハロウィンなんで、今日はハロウィンの映画をご紹介したいと思いますけどね。はい、まず今回は、はい、いただいてよろしいでしょうか。はいはい、ベイザーゴーストハロウィンの生贄でございます。2015年9月25日にアメリカで公開されまして、日本はなぜか10月、1年後の2016年10月22日に公開されました。監督がウーリー・エーデルってテレビ映画の方ですね、多いですね。はい、で主演がニコラス・ケイジとか、うん、その奥さん役がサラ・ウェイン・キャリーズという方で、その、まあ、子供が行方不明になるんですけどね、うん、自分のね、この子供役が、ジャック・フルトンといいまして、ルームとかに出ます。うん、でルームも出てる少年なんですけど、まあ、ハロウィンの祭りの日にですね、はい、急に息子がいなくなってしまう、うん、悪魔に借りを払ってくれるという。子供を親に残して消えて、うん、消えてしまうという行方不明なんですね。うん、でまた1年後に急に思い出したように探し始めるといって、ね、はい、その1年間どないしてたんです、まあ、一応探してたんですけども、うん、で結局そのハロウィンの日に子供たちが、うん、消えていくという真実にたどり着く。うん、だから結局これハロウィンの生贄ですから、はい、まあ、ハロウィンの日の話ではないので、なるほど、その開けてから一応探っていって、うん、消えた息子は帰ってくるのかという話でございます。うん、なるほど、はい、それが、まあ、ゴースト、幽霊の席、仕業ではないかという話でございます。はい、でまあ、そんなにね、まあ、ハロウィンという題名って言ってますけど、単にハロウィンの生贄の話でございます。なるほど、はい、よろしくお願いします。はい、そしてやっぱりこのハロウィンといえばこれを外していけません。はい、はい、ハロウィン、ジョン・カンペーターの作品ですね。1978年10月25日アメリカで公開されました。これまた1年後の
7日、日本は1979年8月18日、はいはいはい、夏休み映画として2週間だけですよ、はいはい、それだからね、まだ日本にハロウィンがそんなにね、浸透してないので、ジョン・カーペンターが出だしちゃったということですね、うん、でこれ、ジェイミー・リー・カーティスがデビューさんですね、はい、でこの方は、ザ・ホック、プログナイト、テイラートイン、ブギーマンで、ゼシ・キョウ・クイーンって言われましたね、うん、はい、でその後、大逆転とかで、うん、チェンジしたんですよね、はい、でこれサム・ルーミス医師というね、マイケル・マイヤーズ追いかける医師がいるんです、うん、この人がドナルド・プレサンですね、うん、昔ダイダストとかミクロの決死権、はいはい、007 2度新聞出てる方で有名な方ですね、はい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 、でこれはまあもともと30万ドルの制作費で作られた映画出たんですけども、うん、アメリカで4700万ドル稼いだんで、うん、今 の、 あの時代の換算すると、うん、インベディント映画としては最も稼いで、なるほど、任命されてますね、うん、でこれはまあ一応、まあ、ハロウィンの夜にね、あの少年マイケルが母と兄を殺してというところからスタートしていく話でね、うん、まあ、なんかこれ実はハロウィンシリーズがですね、うん、6作まで続いたんですね、うん、でその後に H20 20周年記念 の、 あのハロウィンもできましたし、ね、はい、あとその後にレザクションっていうのができました、うんうん、でもう一個は、リメイクなんです、こう監督が変わったんですね、はいはい、これ2007年、はい、ハロウィンができまして、このリメイク版もなぜか2まであるというね、うん、はい、話してます。2が2009年でございます。そして、2018、2年前にまた、はい、第一作目の40年後を描くという、はい、ハロウィンが公開されました、はい、それ見てないんですけど、ね、はいはい、でこれもまたなぜか来年、うん、ハロウィンキルズという、うん、パート2ですね、この3回目のリメイクのパート2が公開されるということでございまして、はいはいはい、これ割あのハロウィン、このホラーシーズンの中では、うん、6、7、8、9、10、11本目なんで、13日の金曜日を超えたということになりまして、なるほど、すごいな、ホラーシーズンとしてはジェイソンよりすごいいいんじゃないでしょうかね、はい、ぜひともハロウィンなんで本当にあの画面泣かせですね、こんなにたくさん出るでございます、はい、でもあの、はい、本当はね、あのハロウィン2がブギーマンっていう題名で公開されてるんですよ、はい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 、でも結局まあハロウィン2がその後にこのまたブギーマンっていうね、はい、映画がありまして、これは単にクローゼットの中にブギーマンがいるよっていう話でございます、はい、そういうのも出てます、はい、このハロウィンのファンとしては、すごくいい作品でございますので、はい、もう最後の話ね、生き返ったりしますからね、うん、もうね、もうジェイソン化しております、はい、人間を取り越えてるという話でございますね、ぜひこの1週間、来週までハロウィンになりますけども、はいはい、何か一本見てほしいです、いっぱいありますからね、皆さん、いっぱいありますからね、はいはい、ハロウィンで検索していただきたいと思います、ぜひ見てください、はい、2週間後にはその今出ました、はい、ジェイソンを特集したいと思いますので、よろしくお願いします、はい、はい、ということで、エンディングでございます、はい、ありがとうございます。ということで、はい、なんですけど、まあハロウィンね、なんか今年のハロウィンってどうなるんでしょうね、でもね。そうですね。ね、なんかハロウィンってやります？いや、僕らはやんないよ。あれですよね、そのハロウィン時代じゃないですよ、ね。っていうか、ほら、まあ去年まではそのやっぱコロナがなかった時は、あのまあ去年はね、一応その静かなハロウィンをとかって言って、お酒飲むのが禁止とかなんか。あの何ですか、あの渋谷が閉鎖されるみたいな、どういうのになってますか、そう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 、2018年がやばくて、あのなんかあの車倒したやつとか、いろいろ社会問題化したんですよね、全国各地で、まあそれがコロナ禍でさてさてどうなるのかっていう感じですよね、密アウトやから多分、まあ、できないんで、なんかまたひょっとしたらあれかな、リモートでリモートハロウィンとかなんとか100人つながってとか、なんかそんなことやるやつとかいるんちゃう、ありえるかもしれない、ユニバはやってますよね、ハロウィンね、あーでもね、リモートでやってますね、なんかね、そうそうそう、パレードはしてます、そう、あの密になったらあかんからな、ダンスとかパレードがないんですよね、で、あの前みたいにあのなんかゾンビが出てこないんですよ、そう、まあまあちょっとね、その時代が時代だけにどうなんかわかんないですけども、ね、はい、でも、映画でだけはね、映画は全然密になりませんから、自分の家で見る分にはね全然大丈夫ですから、ぜひお家で楽しんでいただきたいと思います、はい、はい、ということで今週はこんな感じでございます、皆さん今日もありがとうございました、また来週よろしくお願いします、ありがとうございました。